ソーレ。レンソーレ。レンソーレちゃうんやろ。何？何したの？沖縄やぞ。そうなんだ。そうかお前ら。乗り込もうと思って。ツイッター見たら佐々木さん沖縄行ってるなってなって、ちょうど僕らはこの期間空いてたんで、これなら沖縄俺も行こうと思って。金かけてんな。しっかり経費使っていこうね。で、なんなん今日。今日は前回スシロー、スシローで黒歴史やな。あれ本当面白かったんですよ。大好評だったんで。そうなん。好評だったよかった。あれスシローさんの邪魔してないあれ応援してる？俺が好きな旨味ある。美味しいわ今。今までのやつ。島味。あれ見てスシローさんからもありがとうございました。そうだ。ファンの方があれ見てスシロー食べたくなったってめっちゃ多かったんですよ。そうだ。大好評やったんですよ。あれ？あれ営業妨害じゃんあれ。逆に危なかったぞあれ。ギリギリで。だからその時になんか帰り際に佐々木さんが俺肉やって余裕って言ったんですよ。あそうあ俺肉派やったわ。やっぱ野球選手っていうとやっぱ肉やん。夜焼肉やん。だから俺やっぱり繊細なっていうよりも豪快な舌持ってるから俺。豪快でした。だからやっぱね魚系じゃなかったわ。ちょっと東京に出てきて魚系ちょっとやっぱ肉やな。肉だったら楽勝や。だってお前学生の時からしたらよ牛角とか安楽亭とか食べ放題とか食ってちょうど円とかステーキハウスとか高いところ食ってるわけよ。そらお前カルビロース波状違い分からんわけないやろ。逆に。また言いましたね。いやいや本当本当肉やぞ。油の甘みとか全然ちゃうねん。いや柔らかさとか全然ちゃうで。それは波と上いいんですね。いいんですね。ここロイズさんの全面協力のもとということで今日は肉10番勝負。いやこれはおもんなくなるな。肉当てれるよ俺。当てれるっていうかもう分かるよ俺は。違いの分かる男やからな。違いの分かる男。じゃあ行こうよ。もうキャンプ取材でめっちゃ腹減ってんだよ。カルビ、ロース、タン。楽勝やろ。当てれへんわけないやろ。目隠しあんの？目隠しも用意しました。目隠しあんの？目隠しも用意しました。こちらです。普通？違いの分かる男やからな。一つ注文あんねんけど、焼きすぎない？ちょっと焼き方、中レアね。中レア？周りはちゃんと焼けといて、中で頼むよ。焼きすぎたら分からない。いや、焼きすぎまじやめてよ。そういうの好きじゃない。生もダメだよ。表面はちゃんと焼いて、中でさあ、いいよ、いいよ。いつでも。じゃあ、そしたらやっていっていいですか？もういいの？美味しくやってよ。じゃあということでタンが来ましたので、どちらかが上タン、どちらかがタンカルビになりますね。はい。そちらを当てていただくと。上を当てればいいだけでしょ。そういうことですよ。だってもう値段も倍するんだからさ。はい。当てれるわけないんだろ。どんだけ。タンカルビが850円、上タン3000円ということで。これは3倍やん。はい。それはもう当てれ、だってもうそもそもタンカルビやろ。はい。全然違う。見た目も全然違います。いいですか？音聞いてください。音。ああ、うまそう。では、佐々木さん、このままやったら、さすがに大きさとか、そういうの分かると思うので。形で。はい。こちらで、ハサミ。で、カットさせていただきます。はい。一択です。はい。ちょっとなんかイメージちゃうな。繊細なっていうよりも豪快な舌持ってるから俺。でも俺あれやな、これでさすごい頑張ってあったらさ、はい、本物に呼ばれる可能性あるから。そうなんですよな。850円と3000円やろ。全然ちゃうで。ではお米がこちらと、まずこれね掴めた？はい、掴めてます。めっちゃちっちゃいな。そうそうです。どうですか？いや、いいよ。あ、肉のしっかり味ついてるよ。まだ弱気じゃないですか。なんかちょっと弱気じゃないですか。まだだって。では、こちら。端広げてもらっていいですか？これ？はい。タレも超簡単やな。肉の、はい、やっぱこれね、味っていうかな、深みが全然ちゃうわ。これはさすがに俺は850円と3000円は分かるぞ。この残りの口の中のこの味の広がり方も全くちゃう、全然ちゃう。まあそんなもんちっちゃく切ったって全然ちゃうわ。それはもう俺のこのね、覚えてるね、やっぱ肉舌が。口舌、うん。じゃあいいですか、いいですか。じゃあでは3000円の方は A または B どちらでしょうか。3000円の上タンは B です。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。これはもう確実です。残念佐藤さん残念だって、もう値段も倍するんだからさ、はい、当てれるわけないんだろ。850円と3000円やろ、全然ちゃうで。当てれるだって、もうそもそもタンカルビやろ。嘘やろ。後に食べた方が上タン賞なんですよね。うん、そんな気がしたよ。ちゃうん、もう二度と上タン賞頼まんといてください。波でいいですね、波でいいですよ。いやー、この店のクオリティ高いなー、やっぱり。いや、ほんまちゃう全然違います。ほんまほんまですやっぱタンってやっぱ難しいよな。カルビは分かるって、さすがに上カルと並カルは。じゃあカルビ行こうよ。今俺ら二流になってるよ。二流です。いや、まずいな。はい、では、うん、いかがします。こちらの、はい、こちらからいきますね、うん、どうぞ。掴めてる？はい、掴めてます。しっかりとした油が、ね、うん、いいね、うん、いいでしょ。ちょっと口ゆすぐわ。さっきちょっと口ゆすがなかったんかな、あれだった。これは本当にうまそうですよ。では、うん、次はこちらですね、うん、はい、B ですね、 B ですね、 B です。こちらが B になります。うん。そうか、もうファーストに。はい。ちなみにカルビは2000円です。上は2800円になります。上は全然ちゃうぞ。やっぱ上は全然ちゃいますよね。全然ちゃう。やっぱね、シュンって溶けるね。もう程よい香りとこの油の旨味、はい、舌で溶けるこのまろやかさ、はい、全然ちゃう。上と並は。これはもう楽勝や。でも俺カルビ時代から。まあね。これはわかる。だって焼肉の王道はカルビやろ。それわからんかったら、焼肉食べるしかないね。ないですよね。では、上カルビは A は B どちらでしょうか。上カルビは。上カルビは A です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。デレレン。残念ひどい、残念これはひどい。カルビはわかるって、さすがに上は全然ちゃうぞ。もう程よい香りとこの油の旨味、舌で溶けるこのまろやかさ。だって焼肉の王道はカルビやろ。それわからんかったら焼肉食べるしかないね。俺カルビ時代からファーストに。ほんま？さっさん何してるんですかマジで。ガチっすか。ほんま？はい。嘘偽りはありません。言い訳していい？言い訳していい？ B の胡椒がすごいきたんだよね。胡椒。かかってません。かかってないかな。かかってないっす。かかってないっす。大丈夫っすか本当に。俺最近年寄ってきてるやん。やっぱどっちかっていうとロース派やねん。ロースもうカルビちょっと若い時からもう引退してるんで、最近あんまりカルビ食べへんねんな。ああ、そうだったんですね。そう。だから俺ロースやね。ロース。よく食べるのはやっぱ赤身が好きやね。まあよく対戦されてきましたもんね、なんて。それロースでしょ。ロースじゃねえ。ロース、こちらはね、3つ用意させていただきました。3つはい。どういうこと？ 3 種類のロースがありまして、こちらはですね、数量限定、1頭からわずか3キロほどしか取れない、ロインズロースというもの。3キロしか取れへんの？はい。3000円のものを用意させていただきました。それから、さっぱりロースっていうものと、あと、上ロースっていうものがあります。じゃあ、さっぱりロースがまあ、波みたいなもんだね。そうですね。こちらは1780円。で、上ロースが2400円。それから、ロインズロースが3000円ということで。ロースは全然ちゃうからな。でも俺ロース派やね。なんて言っても最近は46歳。1個目いきます。食べてる？はい。では2つ目です。どうですか？B いきます。どうですか？これ B です。うん。だって1頭が3キロしか取れへんねやろ。そうですよ。ちなみに今の2つ食べてみて、その2つの中でどっちが高いかっていうのはもちろん分かってる。それはもう圧倒的にもうすぐ分かってる。全然ちゃうかったですか？全然ちゃう。やっぱ脂の甘みと肉の赤身の質がちゃうわ。では3つ目いきます。さあ。何も言わんってことだったんです。相当やってる。俺分かる。やっぱ全然ちゃうな。味わった最後まで。ちなみに言いますけど、これ見すると終わりです。消えんの？消えます。かなり YouTuber です。ええ、それはもう当てれるから。ここも当てれる、絶対当てれる。だからこれ3種類なんで。じゃあ上から順番にやってください。全部一通り言うね。はい。A、B、C だよね。はい。さっぱりロースが A、はい、上ロースが B で、ロインズロースが C。 食べた順は安い順に食べて、最後のがもう最高級、3キロしか取れない味がしてます。残念。消えました。さっさもう今画面から消えました。今どれも外れてんの？一つだけありました。 A だけ？ちなみに言います。答え言います。ロインズロース3キロしか取れないのは A です。さっぱりロースに取れないです。最高のがもう最高級、3キロしか取れない味がしてます。最後に食べたのがさっぱりロースです。もうダメだな。これはもう波ですね。これはもう食べなあかん。上禁止です。肉当てれるよ俺。当てれるっていうかもう分かるよ。俺違いの分かる男やからな。じゃあ目隠し取ってまで見ていいですよ。いやちょっとまあじゃあお前やってみる。僕は余裕っす。また俺？もちろん前回もね。はい。ちなみにでもそれで寿司は引き分けだったから、あれは難しかったよ。ちなみに肉は？肉だから余裕。俺幼い時から肉ご褒美やったから、肉への執着心高いんだよ。で俺関西人やから、もちろん神戸ビーフも食べてるし、但馬牛も食べてるし、あらゆる一流のものから食べてきた。だからお肉に関しては絶対に外す自信ないよ。もう外す自信、外さへん。ではいいですか、準備。いいよ。いい。はい。まずは一問も当たってないからな。まずはこれです。パンからですね。はい、 A ですね。ごめん、楽勝。これはなんか全然違うっす。次食べんでも分かる？全然食べる人ないんですけど、もうじゃあ食べなくていい？いや食べますよ、食べますよ。じゃあ2つ目。2つ目。はい、わかりました。大体わかりました。はい、いいですよ。じゃあ、どっちが、はい、上タン塩が言ってる。はい、上タン塩は B です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。おーしょー。よし。楽だからね。これは二択やから。これはもう、まあ、俺がするのも簡単すぎた。3000円の上タンは B です。ああ、気持ちいいな。じゃあ次は最後の答え。カルビの。じゃあいきますよ。はい。A です。うん、なるほど。 B もらっていいですか。ああ、なるほど。これは分かったかもしれない。最初に食べた方が上質な油の味がしましたね。噛めば噛むほどしっかりとした油があって、後に食べた方がザ油みたいな感じがしたんですよ。食べた後噛めば噛むほどで、この油っぽさが残ってるってことはおそらくあれなんで、ってことで答えいいですか。はい、上カルビは A です。正解。よっしゃー、よっしゃー。 B、 胡椒がすごいきたんだよね。胡椒かかってません。かかってない。かかってないです。かかってないです。すごいじゃん。すごいですね。いや、本当に。じゃ最後ロースね。1個目がこれいくわ。うわ、すごい。すごい。とにかくすごい。2個目ね。はい。あー、これ簡単。うん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 。はい。で3個目ね。はいはい。野崎さん、もう僕舐めてますか。正直全然違いました。これ絶対当てれる自信あるんです。僕言っていいですか。うん。じゃあ A は A が上上ロース。はい、B が3キロしか取れへんやつ、C がさっぱりです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。よっしゃー。これは嬉しい。これはほんまに嬉しい。これはすごい。これは嬉しい。最高の多分最高級3キロしか取れない味がしてます。お前 YouTube 分かってへんやろ。何全問正解しとんねんな。面白くもなんともないんだよお前見てる人も。いや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 、おもんないよな。 YouTube 分かってへんやろ。あえて間違うこの難しさっていうのがあるんだよ。どうぞ言い訳の時間。どうぞ言い訳の時間。言い訳の時間どうぞ。なんすか？え？言い訳の主義者の存分にじゃん。別に俺はいいね。ちゃんと言うし。何？俺ご飯食べるわ。ここから先は次の人でやりますか？残りは手が。ありがとうございました。よし、じゃあ食べよう。